はい、こんにちは、トイハッピーです。ついに来ました、ジャムの6シード、黒のリンゴ6シードです。2014年9月に放映が終わって、今2016年、ようやく来ましたね。なんでこんな時期に出すんだよってよりも、製品化してくれたことに感謝したいです。最終話でポッと出てきたジャムなんですけれども、製品化されぬまま時が経ちました。そして今ようやく来ましたね。この動画アップする頃には取り急ぎ、音声だけの動画は先にアップしていると思いますので、気になる方はぜひどうぞ概要欄または右上のボタンから行けます。パッケージはジャムのイメージに沿ったカラーリングになってます。このジャムの顔、左右非対称のデザインが個人的にものすごく好きです。 LS ダーク、横には極み、そして龍玄、最終話で活躍したこの2人と、あとは中に入っている音声もこの2人のボイスが多いみたいです。はい、それでは早速見ていきましょう。内容物はロックシード1個、そしてフェイスプレートが1枚です。まずはフェイスプレートから。ジャムの横顔には見えないんですけどね、劇中での再現です。爪がないので和風音。はい、そしてロックシード本体です。いや、黒光り、黒リンゴ。後ほどちょっと黄金アームズやってみたいと思います。展開すると他のリンゴと同じ断面の色違いで、武器が色違いの大々丸、ダーク大々丸でしたっけ。表面金弾と比べるとデザインが異なります。会場パターンも違います。金銀と比べてみると形はシルバーの方ですね。こちらと一緒です。会場スイッチの形状も同じです。はい、それでは絶縁シート抜いて音声鳴らしていきます。私のことを忘れたか。私だ、黄金だ。はい、正直忘れかけてました。しかし電源投入時の音声から攻めてきますね。続いて一通り全部鳴らしてみます。多分この後は先に上げた音声動画と内容は被ってると思います。
はい、以上リンゴのロックシードでした。黒です。金弾と金銀も出て4つ目のリンゴロックシード、これでようやく一息つけます。長かった。本編はこれで完了。まあでも個人的な欲としてはもっと外伝続いてほしいなっていう気はします。せっかくなので4つ会場。ちょっと前にまた全部1話から見直してみたんですけれども、やっぱりガイムは面白い。個人的にツボってるのはやっぱりユグドラシルライダーが出てきたあたり、ヘルヘイムの森について解明していくあの過程っていうのがやっぱり面白かったです。その次に本編ではないんですけど、ガイデンのミナトさんとシドが加わったあたり、そこを掘り下げたお話とか、クレシマアマギのプロジェクト、そこのあたりが好きで何度もリピートして見てます。好きなシーンは多すぎるんですけど、やっぱり姉ちゃんの手料理がもう食えないやって、あそこはもうほろりですね。皆さんはどのエピソードシーンが好きでしょうか。捉え方感じ方が違うので、もしよかったらコメント欄で教えてください。以上トイハッピーでした。ご視聴ありがとうございます。